コボールド男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。銀行家、キャメロン・コボールドが1960年にジョイされたことに始まり、以来リットン・コボールド家が保持する。リットン・コボールド家の保持する爵位に、本爵位以外のものはない。男爵家邸宅、ネブワースハウス。銀行家、キャメロン・コボールドは十二年の長きにわたり、 イングランド銀行総裁を務めたが、総裁退任の前年にあたる1960年11月23日に、連合王国貴族として、ハートホード州ネブワースのコボールド男爵に上された。初代コボールド教は、除爵後に、区内長官を務めた後1987年に、亡くなると、その息子デイビッドが爵位を相続した。 二代男爵デイビッドは1999年貴族院法制定に伴って議席を喪失したものの翌年の補選によって貴族院に席を置く92人の世襲貴族に再選した後2014年まで同職を務めている彼が2020年現在のコボールド男爵加減当主である男爵家の邸宅はかつてのリトン伯爵家邸宅ネブワースハウス 初代男爵は、リットン伯爵カレージョーハーマイオニーと結婚した関係から、その女系子孫にあたる男爵家が同邸宅を管理している。法廷推定相続人は、現当主の息子であるヘンリー・リットン・コボールド家か。法廷推定相続人の法廷推定相続人は、その息子であるエドワード・リットン・コボールド。ありがとうございます。